いよいよ1回目ではね、ちょっと感極まって涙するという事態がございましたが、1回目見たよという方いらっしゃいますか？あ、やばい、そうですね、リアクションよろしくお願いします。そう2回目、いよいよですよ。2回目からの方もいらっしゃると思いますので、皆さんよろしくお願いします。ご協力のほど、はい、初めて見る人は何だか分かんないので説明したらどうですか？そうですね、そもそもこの離合機お披露目会っていうね、いうイベント自体が結構キャラクターイベントではあまりない話なんですけど、ね、ふにゃしふなごろの今までの1号機がですね、まあ、かなり使い込んだおかげでですね、まあ、汚れてきたというところもありまして、うん、今回新たにリニューアルをした姿を皆さんにお見せしたいというところでございます、はい、そんなシュールなイベント、でも1回もかなり盛り上がりまして、皆さんのおかげでね、非常にいいイベントになったなと。2回目はちょっと内容も違うんでしょ？まあ内容違うというのは、まあ、ほとんど同じですけど、まあ1回目はですね、記者会見風という形でやらせてもらったんですけど、まあ、次は、まあ、ふにゃしふなごろがですね、まあ 2号機になってやってみたいこと会議みたいな感じで、まあ、なんかどんなことやりたいみたいな話をですねして、まあ、今後のイベントにつなげていければなというふうに思っております。要するにこれは何のためにあるんですか？それはふにゃしが使ってもいいよ。あ、そういうことなんですか、はい、なんでこれがずっとここにあるんだろうと思ってたんですよ。了解しました。はい、まあ、まだ2号機で、ね、見ていない方もいらっしゃると思いますので楽しみにしていてください。まずですね、最初登場は1号機で登場してまいりますので、うん、さっきもう1号機見れないかもと思った方もご安心ください。また1号機見れますのでまた見ていただいて、まあ、今日終わったからといってね、1号機がこれから見れなくなるわけではないんで、まあ、その辺はまたご安心いただいていいかなと思います。お風呂入りましょう。お風呂で、さあ、もう間もなく帝国になりますが、これ何も出囃子もなくてしれーっとくんですよね。はい、まあ、船しふなごろの、ね、テーマソングとかあればいいんですけどね。できましたけどね、まあ、船のテーマソングが、ね、できたみたいなので、またいつかそれ使いたいなと思いますが、うん、今日は皆さんの拍手が出囃子になるというところなのでよろしくお願いします。きっとあの船ごろも拍手でパフォーマンスをやってくれると思いますので、よろしくお願いします。ね、そうですね、本当に。はい、じゃあ準備ができたようですので、お、みんなでせーの、ふにゃしーふなごろでお呼びしましょうか。じゃあ皆様、準備よろしいでしょうか。私せーのと言いますので、ふにゃしーふなごろで、呼んであげてください。さあ、それではいきます。せーの、ふにゃしーふなごろ。出てこないんだよね。ちょっとね、タイムラグがあるんですよ。聞こえてないパターンですか？来た。乗れてる。さあ、1号機で登場です。再び1号機。再び1号機。さっきの涙は何だったんだ。また1号機で登場してくれました。ふにゃしーふなごろでーす、ね。思い入れがあるからね、1号機にはやっぱりね。見慣れた姿がなんかちょっとね、なんか見慣れてますけど、心持ち汚く感じます。おいでおいで、さあ、ガッといで。カナッピー、ありがとうナッピー、カナッピー、どうもー、カナッピー、カナッピー、あー、ありがとうナッピーだー。すごいですね、1回目より多いですね、3連休の3日目。いつもはね、ふなしーランドというお店の中でイベントやることが多いんですが、ね、今日はこの大きなステージでやらせていただいております。あ、ありがとうございます。じゃあ、ふなごろステージに上がっていただいて、皆さんにご挨拶していただいてもよろしいですか？はい、はい、じゃあ、ふなごろが面白い挨拶をします。皆さん、よろしくお願いします。やめてよ、そんなふうに。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ゴロちゃん、フニャの紹介を。おお、そうだそう、マジですか。自己紹介とフニャの紹介をお願いします。フナシお兄ちゃんの56番目の弟、フナゴロナッピ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ声でかかったです。
ますよ、今。56番目を強調しました。56番目はあまりどうでもいい情報です。ふにゃし船頃、上にもお客さんいっぱいいる。いっぱいいる。ありがとう、見てるなぴよ。船頃とふにゃしのことをね、あんまり初めて見たという方ももしかしたらいらっしゃると思いますんで、ね、自己紹介しっかりね。船頃は尻尾がついてますけどね、はい、梨と芋虫のハーフということでございまして、ということです。将来、ね、将来的には何かに進化する可能性があると。はい、うん、伸びしろあるということで。伸びしろがございます。伸びしろしかありません。伸びしろしかないということで。で、その伸びしろをね、こう皆さんと一緒にこうね、増やしていきたいというか、実現していきたいですね。夢を叶えていきたいというところでございます。さあさあ、というわけで今日は、じゃあお席につきましょう。2号機お披露目ということでですね、ちょっとテーブル用意してますが、今回は2回目はですね、2号機でやりたいこと会議をやりたいなと思います。はい、なので2号機でこんなことしてみたい、あんなことしてみたいみたいなお話をですね、まあ、ファンの皆様交えてできればなと思うんですけれども、はい、はい、名頃は2号機でやってみたいことありますか？やりたいことないですか？じゃあ、やりやすいないですか？軽く流されちゃったけど、え、でもいっぱいあるなってよ。いっぱいある。さっきもですね、1号機の思い出教えてくださいって言ったら、いっぱいありすぎて言えないそう、いっぱいありすぎて言えない。ちょっとまとめる能力が低いみたいな。この辺は多めに見ていただいて。じゃあ、ふにゃ、スカイダイビング。あ、マジで結構怖いんじゃない？高いとこ大丈夫？高いとこ大丈夫なっか？本当？おとよやったもんね。あー、確かにね。楽しそうなっぴな。ふなごろはスカイダイビングとか興味ありますか？あります。ある。ゴロさん、自分の身長より高いのももうダメですか？いやいやいや、ゴロジェットコースターとかめっちゃ大好きだから。ゴロはでもなんかこう、尻尾の重さとかね、こう重心がおかしくなってくるくる回ったりする。あ、でもなんか逆に本当に、あ、そうなりそう、こういう風になりそうなっぴな。やばいなっぴーっつって。ゴロは北極に行けっつってる。あ、北極か、ちょっと寒いとこ旅してもいい。でもね、ゴロさんずっと前からね、日本全国あっちこっちいろんなとこ行きたいと、うん、言っておりましたが、本当にね、1号機でもいろんなとこ行ったんじゃないですか？行った、すごいいっぱい、北から南まで。で、ちょっとただ日本列島の地図がいまいちね、頭に入ってないので。いや、入ってますよ、大丈夫です。以前もね、地図書いていただいたんですけど、すごいヤバい地図を書いてました。そんなことないなっけ？書ける？書けるか？ホワイトボードあるよ、使ってみる。ちょっと、ふなごろ先生がですね、じゃあ、日本、チリのね、お勉強。え、また？チリのお勉強。どうすればいいなっけ？まず、日本列島。届く？ちょっと届かない。北海道から。じゃあ、船頃は勉強熱心ですからね。あ、ちょっと、まあいいよ、いろいろもうすでにツッコミとかあるけど、まあいいよ。ね、これ小学生見てるからね、五郎さん。ちゃんとね、知識あるところをね、見せていただいて。いや、もうやべえだろ、五郎さん。すでにやばいぞ。はい、はい、できました。じゃあ、ちょっとゆずる見えますか？はい、ちょっと前だ。あ、どうした？ちょっとね、分かりづらいですけど、ね、五郎さん、上から説明してもらっていいですか？こちら、北海道です。もうちょっと待って、五郎さん、この横の島なんですか？この島、北海道の離島なっぴな。分かりますか？分かります、分かります。もう離島じゃないからさ。ふなごろ行ったことあるんですか？北海道は。北海道行ったの覚えてる？覚えてるなってよ。めっちゃ小学生笑ってますよ、この人。入ろ。こいつ本当やべえなって。いいですよ。はい、じゃあ次、この下は何ですか？本島なっぴ。本島？本島、本島。本州です。本州、本州、本州なっぴ。本州、まあまあいいや。東京どの辺か。ああ、東京、ここまでが東北。こっちがあの中部だっけ、あの、長野とかあるところ。ああ、で、こっちが関東で、え、ちょっと待って、まあまあまあ、いいよ、いいよ。こっち、五郎さん、これが静岡とかあるところ、まあ、まあ、まあ、いいよ。五郎さん、この間に一回は海があるんですけど、ここに関西があるな。
あ、関西テック好きじゃなかったんだね。いつから関西島になったんだよ。ちょっとやばいや、やばいなマジで。え、その下は何？四国。四国、中国地方。あ、一緒になっちゃった。四国の上は何？もう一回言って。これ、ここ間違えちゃったな。関西がこうだ、繋がってんだ。そうそう。で、ここが四国、中国地方で。こっちが九州、ね、これが九州で、これが沖縄なっぴな。オッケーオッケー。これ後でね、T シャツにしましょう、ね、ゴロさん、サイン書いておいてください。 T シャツにしますか。船頃、頑張りましたね。でも結構、この間よりはいいと思うんだけど。ねえ。って声で聞こえたの、ね、まあ、伸びしろありますからね。あります。次はまた、ね、勉強してパワーアップした姿を見せてください。はい、もうフニャがもう、あれで、呆れて向こう行っちゃった。あ、行っちゃったか。さあさあさあ、次の質問行きましょう。はいはいはい。じゃあ船頃はやりたいことないんですか？やりたいこと？まあ行ってみたいところとかでもいいですけど。うんうん。行ってみたいところ？行ってみたいところ。いやでも、ホロね、本当に海外っていうのはあんまり行ったことがなくて。海外？うん、ハワイ行きたい。ああ、でも海外行くときにはさ、その、あれじゃん、税関みたいなところでさ、そう、あ、英語ね、入国審査みたいなのがあるわけで、言わなくちゃいけないんだけど、あの指とかをこうピッてやんなきゃいけないけど、あんた指ないじゃない。ある、あるよ、ほらあるのっぴよ。あの指ピッ、親指ピッてしてくれって言われてもできないよ。こうやってやって見えるなっぴか。英語で質問されるよ。ちょっと質問してみてなっぴ、英語で。それまたハードル高いから。まあ、ゴロさんの英語もだいぶ怪しいんですよ。前ここでね、英語の授業をやってくれたんですけど、そう、あのゴロがね、先生になってやった記憶があるなってな。ね、ご船ゴロの誕生日もね、皆さん来ていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。ね、まあ、来年あるかどうかわからないですけど。え、ちょっと待って、ゴロはあると思って第2作を作ってるなって。ふにゃ戻っといて。ふにゃちゃん、会議中なって、会議中、ね、そうそう。これはおとん譲りじゃないですか。ふなし譲りの会議の秋っぽさ。さあさあ、会議の秋っぽさ、秋っぽさ。お兄ちゃんも結構ね、打ち合わせが苦手っていう、苦手っていうかね、飽きちゃう傾向にあるんだけどね。まあ飽きちゃうというかね、うん、アドリブ力が半端ないですから。そうなっけね、もうすごいなんとかなるで、いつもなんとかなってるからすごいなっけ。ね、犯罪者になってるけど。目線隠してますけど。まあ、いつか船頃がなる日も近いかもしれない。やめてください。大丈夫です、それはならない。大丈夫ですか。2号機で犯罪を犯さないでください。絶対犯しません。ねえ、やめなさい。ダメです、ダメです。何か何か今話題のやつは書いてダメなんですよ。ダメです。ゴロないです。ゴロそういうのことしないなって。絶対そういうのしない。まあ、ゴロの運転も大体ヤバいって。ヤバいです。ゴロ大丈夫、こちら辺ではしないで。ヤバいですよ、ゴロさんの運転は。時速 100キロで車間距離1メートルですから。電車、それよく言うけど、そんなことないな。結構車間距離開けてたの。社長寝てていいなっぴよって、全然寝れねえよって。すごいハンドルが高い位置にあったっていう。ただいや、車がでかかったってことだ。車がでかかった。ただね、コンパクトカーだったんですけど、五郎さんの運転すると、その後ろはもうね、リムジン並みに広いです。あの、船が後ろに座ってたんで、こんな感じで乗れる。そう、なんかそれで五郎さんこんなだった。めっちゃ足広いって言ってたもんね。なるほど。まあ、あとそうですね、今日1号機、まあ、最後ではないですけど、しばしちょっとお別れになる可能性もありますんで、1号機の思い出なんかも聞けたらなと思うんですが、はい、どうですか、名古屋さん、1号機の思い出を。いやでも本当、みんなと一緒に振られて、こんなにね、汚れてもみんな飽きずに来てくれて。なんだっけ、あの、言われてショックだったの。言われてショックだった言葉。あの、わぁ、薄汚い。子供に言われたんだけど。そう。ああ。薄汚れてるか、薄汚れてるって言われたの。でもね、努力の証というか。そうそうそう。ね、雨の日もね、カッパ着ないでこのまま行ったりしてたからね。そうだね。そうなんだ。カッパがそろそろ、そう、欲しいなって思ってたのに。あれ？おいか、フラッシーが一枚もらったよ。お兄ちゃんがくれるって言ってた。もらってますね、こないだ。でもね、いつも衣装とかもね、ファンの方が本当可愛いのを作ってくださって、ね、みんな上手